サッカー中継にようこそ。実況の西岡明彦です。今日は福西崇史さんの解説とともに注目のカードをお届けします。楽しみな試合になりますね。今日はよろしくお願いします。こちらがホームチームの先発メンバーです。一般的な 3-5-2 を採用しました。中央の守備が厚いシステムですね。このチームのプレースタイルについて様々な意見があるようですが、ディフェンス志向といいますか、批判の声もあるようです。今日はどのような試合になるでしょうか。確かにボールを持っていない時のドン引き、相手にスペースを与えていますよね。勝算があっての戦略でしょうから、勝っている限り批判はしたくありません。今日も特別変わった展開になることはないでしょう。武藤勇樹、興梠慎三。レッツが攻めに出ます。興梠慎三、ゴールキーパーが果敢に飛び出しました。しっかりキープしています。これは見事です。見事なスルーパス。ここからどうする。この突破は失敗に終わります。うまくタックルでボールを奪いましたが、相手ボールのスローインです。ボールはサイドの選手へ。いいパスをサイドへ出しましたが、結局相手ボールです。牧野智明、宇賀神智也、青木拓也。タックルで攻撃を切りました。ただし相手のスローインです。ちょっとコースが甘くなったか、カットされます。これはサイドを上がれそうです。クロスが中に入った。キーパーがキャッチしました。宇賀神智也、青木拓也。サイドにスペースが空いています。ここで一旦ペースを落としてボールを落ち着かせます。宇賀神智也、いい形でゴール前まで持ってきました。長澤、シュートコースにディフェンスの選手が詰めていました。引いて守りを固めています。柏木陽介、ここスルーパスが味方に通る。前に出しました。梅崎司、競り合いに強いですね。ボールをキープしています。これはファールでしょう。フリーキックです。
福西さん、次にもう一度やるとカードが出そうですね。ええ、他のレフェリーならカードが出たかもしれません。ここは注意に留めましたね。ここでこの試合最初のゴールが入りました。勢いづいてきましたね。この先制点を大事にしていきたいでしょう。頭でゴールにねじ込みました。ディフェンスはマークにつききれませんでしたね。一瞬の隙を見逃しませんでした。別の角度からご覧ください。ついに試合が動きましたね。両方ともなかなか決められない展開でしたからね。これで激しい展開になりそうです。青木拓也、危険な位置です。緊張感が増してきます。クロスを狙ってきますか。入るか。ここはレッツのコーナーキックです。ゴール前に入れた。中央へのボールは長澤。菊池俊介、秋野博樹、サイドにスペースがあります。ここで折り返したい。ボールを蹴り出します。柏木陽介、青木拓也、武藤勇樹、宇賀神智也。中央へ入る前にカットされました。いいボールでしたがここはクリア。ボールを回して味方の上がりを待ちます。ここはクリアされました。レフリーの笛が鳴って前半終了。スコアは1対0。ゲームはハーフタイムに移ります。この選手ですが、前半のパフォーマンスを見る限り後半にも期待できそうですね。ゲームをリードするゴールを決め、前半の主導権を取りました。後半も1点取れればかなり楽になりますよ。後半のキックオフ、今度はベルマーレボールです。菊池俊介、ボールがフリーになりました。岩波拓也、宇賀神智也、青木拓也。いいビルドアップでしたが相手に渡ってしまいました。いいボールが入りそう。体を寄せる。体に当ててクロスをブロック。岡本拓也、クロスを中央に入れた。ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。
これはプレゼントゴールでしたね。空いたゴールに流し込むだけでした。しっかり決めましたね。この角度からも見ましょう。興梠慎三、牧野智章、柏木陽介、興梠、浦和レッズのスローイン。ここでマルティノスが入ります。柏木陽介、深くえぐってからのクロス、枠に行っていましたがディフェンダーが弾き出します。ゴールラインを割りました。浦和レッズのコーナーキックとなります。選手の交代があります。得点を取るための交代と見るのが妥当なところでしょう。これはあるか。ここは下がってブロックを作ります。ここからどうする。ここはタックルでうまく対処しました。スローインです。フレッシュな選手の投入です。青木拓也、柏木、秋元が処理。出しどころが見つからないか。絶妙なパス、スルーパス、通るか。ここで勢いが止まってしまいました。ここはベルマーレのコーナーキックです。どちらもここで選手の交代があるようです。コーナーから中へ、このボールは相手にクリアされました。浦和の攻撃です。柏木陽介、中を確認したい。これはカウンターのチャンスです。カウンターのチャンスが続く。このクロスはキーパーが簡単に処理しました。青木拓也、柏木陽介、マルティノス、ボールを持ちました。何をするんでしょうか。これは見事に奪いました。青木拓也、柏木陽介、レッツが攻めに出ます。ここはクリアされました。いい組み立てだったんですがボールを
ここで試合終了を告げる笛が鳴りました。湘南ベルマーレの勝利です。これは悔しい敗北でしょう。選手たちも事実を受け入れられないようです。ダービーマッチですから対戦の重みが違います。サポーターに勝利を届けたかったでしょうね。この選手ですが今日は素晴らしいパフォーマンスでチームに貢献していました。よくやっていました。勝利につながるゴールを決めてくれましたね。